皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。人工知能 AI が考える最も難しい問題は何なのかというとですね、今暇なんだけど何するっていう答えを考えられないということです。例えば、今暇なんだけど何するっていうのをですね、人工知能 AI に え、話しかけたときに、その答えは誰が知ってるんだっていうことですよね。誰も知らないですよね。だったら、あの、一緒に、例えば海行かないとか山行かないとか、だったら一緒に、えー、お酒飲まないとかですね、カラオケ行かないみたいなことを人間は考えますよね。じゃそれなんで人間はそれを考えてるのかっていうことです。で、この答えに関して、何が正解ってないわけですよね。 正解はないじゃないですか。正解がないものを考えるってことができない。では、えー、その正解がないんであれば、適当にですね、なんかみんながする行動、例えばカラオケに行くとか、えー、何か勉強するとか、映画を見るとか、音楽を聴くとか、スポーツをするとか、えー、こういったことを全部プログラムしておいてですね。で、それをなんかランダムに、えー、出してみたら、 その何するっていう時に、だったらカラオケ行こうとか、だったらお酒飲み行こうみたいなのをランダムに出して、それで人間が、ああ、なるほどそうだよねって言うかどうかという問題なんですよね。で、それは相手のことをどのぐらい知ってるかっていうことと、そして自分が何かやろうと思った時に、何か欲求っていうのがあってですね。その自分がこう、音楽を見たいとか、なんかストレスを発散したいとか、 ストレスを解消か、解消したいとか、何かそういうことがあるから、だったらこういうことしないとかですね。相手のことを思いやって、だったら一緒にね、休んで、ボッとしてよとかですね、言うわけですよね。この辺までを理解するっていうことが現在はできないわけですよ。なぜかっていうと、一つは欲求がないから、できないわけですね。だったら、欲求を持たせればいいとも言えるわけですね。その、人工知能に欲求っていうのを与えてですね、 例えば、一日に3回ぐらいお腹が空くようにしたり、夜になったら眠くなるようにしたり、まあ、このようなことを教えていくとですね、そうすると確かに、眠い欲求とかお腹が空くい欲求って出てくるので、お昼ぐらいになって何するって言ったらお腹空いたから何か食べに行こうみたいなことが言えるようになるわけですね。 そのような人間の欲求レベルっていうのをどん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 プログラムしていくと、えー、そ,その通りに動くようになるんだけど、そういうのをロボットに人間は求めるのかどうかっていうことですよね。まあ、その辺考えてみると結構面白いかなっていうふうに思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。